こんにちは。今回はこちらセリアで購入しているソロフィム、こちらの2色を引き揃えて、まあ、前回のようにこのもともと販売されているこのサイズに合わせて、まあ、編んでいこうかなと思っています。で、まあ、前回みたいな感じで斜め掛けにしても可愛いし、まあ、持ち手にするかちょっと様子を見ながら決めていこうと思います。まあ、こちらもセリアで購入してますね。こちら糸はセリアで購入しているソロフィム、こちらのカラーナンバー9番ですね。アクリル 100%、35g、105m 入っています。かぎ針が4号から5号ですね。で、こういうのを使っていきます。こちらと、色違いでカラーナンバー5番。こういうのを使っていきます。中心部分から1本ずつ糸を取り出していきます。はい、こんな感じで中心部分から糸を1本ずつ取り出して、2本を1本のように仕立てていきます。で、今回は8号で編んでいきます。で、そこから進めていきますね。糸を裏からかけて、で、ここでぐっと締めて、鎖編みを1、2、3っていう感じで、ここの長さに合わせていきます。はい。こんな感じで今回は鎖編みを23で決めていこうと思います。で、立ち上がりを1つして、裏返しにして立ち上がりではない、一番最後23個目の裏山。ここに細編み1つで始めていきます。で、これが1つ目っていうことでマーカーをつけて、で、裏山をいつものように1つずつ細編みを編んで、最後まで同じように編んでいきます。はい。こんな感じで最後の方まで同じように編んできて、一番最後の裏山。ここで23個目。で、いつもと同じように、この一番最後のところにあと2つ細編みを編んでいきます。針を入れて1回だけ糸を巻き込んで、細編み。で、もう1つ編むときに、また針を入れて手前に持ってきて、ここから糸がある限り巻き込んで編んでいきます。それで、あとは一つに対して一つずつまた、ここを取って、糸を裏に当てながら巻き込んで細編みを編んでいきます。最後まで同じように細編みを編んでいきます。はい。こんな感じで最後の方まで同じように編んできました。で、あと一つずつ入れるんですけど、ここまで一つ入れたら一番最後のところには、同じところに細編みを2つ入れます。で、最初の細編み1つ入ったところと合わせて1、2、3個入ったことになりますね。で、表を見て、輪を大きく出して引き抜いて、またすっきり見せていこうと思います。このマーカーのところを裏から刺して、輪をかけて、引き抜き。で、立ち上がりを1つして、表に返して、中長編みを1段編んでいこうと思います。まあ、普通は中長編みの場合は2つなんですけど、ちょっとすっきり見えるかなと思うので、1つだけして、糸をかけて、最初の細編みの頭、ここに針を入れて引き出してきたら3本新たに糸をかけて引き抜き。これが1つ目ということでマーカーを付け替えて進めていきます。糸をかけて1つに対して1つずつ、3本一度に引き抜いて中長編み。糸をかけて中長編み。これの繰り返しを1つに対して1つずつ、ぐるっと1周最後まで同じように編んでいきます。こんな感じで最後の方までぐるっと一周中長編みを編んできて、ここが一番最後ですね。一番最後も同じように3本一度に引き抜いて中長編み。そしたら最初のところにまた表を見て引き抜くので、輪を大きく出して、裏から最初の中長編みの頭、針を入れて引き抜こうと思います。針を入れて輪をかけて引き抜き。で、次立ち上がりを2つして、この表に返してまた編んでいこうと思います。で、表に返して、今度は長々編み。あ、そうですね、3個にしようかな。鎖編み3個で進めていきます。で、糸を2回かけて、で、一番最初のところから数えて、1、2、3個目。ここに2回かけた糸を、こうやって針を横にすくって、糸を引っ掛けてきて、左2本、また2本、最後2本。これが一つ目という感じで進めていきます。ここにマーカーつけて進めていきますね。で、糸をまた2回かけて、次の目、この足を横にすくって、糸をかけてきて、左2本、また2本、最後2本。これで進めていきます。で、糸をまた2回かけて、この一番最初に飛ばしたところ、ここの目を横にすくって、糸をかけて、左2本、また2本、最後2本。糸を2回かけて、2つ目。この最初から2つ目の目を横にすくって、左2本、また2本、最後2本。こん
な感じでバスケット編みを編んでいこうと思います。糸を2回かけて次入ってないところが1、2、3個目、ここの足を横にすくって、でここで糸をかけてきて左2本下2本最後2本、糸を2回かけて次の目こういうふうに横にすくって左2本また2本最後2本、糸を2回かけて戻ります。この1つ目ここに針を入れて糸をかけてきて2本2本2本糸を2回かけて、で2つ目横にすくってこういうふうに長々編みをします。こんな感じで繰り返し同じように最後まで編んでいきます。はい、こんな感じで最後の方まで同じように編んできました。で先にこの右斜め長々編みしたら糸をまた2回かけて戻ります。同じように最後も編んで左2本また2本最後2本、糸を2回かけて2つ目飛ばしたところここを横にすくって左2本また2本最後2本、それで最初のマーカーのところにつなぎます。最初のマーカーのところ、ここからしにくいので手前から向こうに針を入れてつなげていこうと思います。輪を大きく出してつなげてもいいと思うんですけど、隠れると思うので、ここからこのマーカー入ってたところで前から向こうに針を入れてちょっと引き締め気味で引き抜き、それで柄編み1段目完成です。それでまた鎖編みを2つして進めていきます。2つしたら糸を2回かけて、次はこのすぐのセットではなくてその次2個目のセットの最初に着ているこの足を横にすくいます。2個かけた状態で最初の1本の足をすくって左2本また2本最後2本で、これが1つ目ってことになるので、またマーカーつけて進めていきます。でまた糸を2回かけて次2つ目、ちょっと隠れてるんですけどこうやってめくって足をすくって左2本また2本左右2本、それで糸を2回かけて、次は前段は表から拾ったんですけど次はこの裏から拾っていきます。かぎ針を裏に持っていって、でこの足1つ目を横にすくってでこう引っ掛けてきて、でまた左2本また2本最後2本で、糸をまた2回かけてその次2つ目、こうやってまた足を新たにすくって左2本また2本最後2本、こんな感じに進めていきます。でこれでまた2つ糸をかけて次のセットの最初に着てる右側のものこの足をすくって左2本また2本最後2本、糸を2回かけて次の足また横にすくってで足拾ってるかなってこう確認してで引っ掛けてきて左2本また2本最後2本、でまた2本かけてで次は裏側からこの右側の足を拾います。こうやって横にすくって糸をかけてきて2本ずつ引き抜きます。また2本かけてで2つ目変なとこを引っ掛けないようにして足だけすくってでまた2本ずつ引っ掛けてこういう風に編んでいきます。こんな感じで2段目柄編み2段目はこういう風に裏から取って進めていきます。同じように最後まで編んでいきます。はい、こんな感じで柄編み2段目も同じように最後まで編んできて、で一番最後はこう左に来ている状態でもう1セット編めるんですね。最初の飛ばしたところ2回糸をかけてこう右に出てきている一番最初のところここにここかな、こうですね、1本目2本目ここだなっていう、これは鎖編みですね。立ち上がりその左ここの足を拾ってまた長々編みをします。糸を2回かけてその次一回一回こう確認してここだなっていうところを取って左2本また2本最後2本でまた戻ります。糸を2回かけて裏からこの1つ目の長々編みの足ここを横にすくって
左2本、あとは2本、最後2本、あと2本かけて2つ目ここを横にすくってこうやってカサカサさせて、で左2本、また2本、最後2本で最初のマーカーが入っているところ手前から向こうに針を入れて、でも針を入れて引き抜きでつなぎます。これで2段目完成です。でこれで1、2、これで1セットなので、また1段目と同じ編み方で進めていきます。立ち上がり2で、次はどこをすくうかというと、ここは飛ばした形で、次のところここですね、ここを糸をかけて2つかけて、この足を横にすくいます。で左2本、また2本、最後2本、糸を2回かけてこの足を拾って、左2本、また2本、最後2本で、次は表からすくいます。糸を2回かけてこの左に出てきている、ちょっと取れにくいんですけど、1本目、1、2、あれ2本目、2本目1本目をすくって左2本、また2本、最後2本、糸を2回かけて、でこれ2本目、足をすくってこう編みやすいように、こう畳むと取りやすいかなと思うんですけど、こうやって編んでいきます。で糸をまた2回かけて、次はここ右側に出てる1本目、これを表からすくって2回糸をかけたら、また表からすくって、で1段目と同じ取り方をするので、2回かけてこの戻る時に表から取ります。1本目、1、2、ある右側、ここをすくって左2本、また2本、最後2本で、また糸を2回かけて2つ目、こんな感じで進めていこうかなと思ってます。でこれで、まあ、何セット編んだかっていうのと、まあ、全部で何段編んだかっていうのをお伝えして進めていこうと思います。まあ、どこまで増やすかっていうところもそうですけど、まあ、途中で止めてなんかしても可愛いと思うし、まあ雰囲気を見ながら決めていこうかなと思ってます。何段編んだかまたそこでお伝えしていきます。はい、こんな感じで側面編んできていました。ちょっとねこの編み方でちょっと浅く編んで、ここは細編みで仕上げようかなと思ったんですけど、まあ、全部ここまでこの編み方で編んできました。で何段編んだかというと、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14段編んできています。でもね結構かぶせながら編んでるので進みは遅いんですけど、めちゃくちゃ可愛いですよね。まあ、色の組み合わせも良かったかなと思います。それでここから、まあ、イメージ的には細編みでちょっと分厚く編んで、で持ち手をつけていけたらなと思います。あの腕にかけれるぐらいの長さにしたいなと思って、でここで引き抜いたところで立ち上がりを一つして、根元から細編みを一つずつ編んでいこうと思います。一つ編んだらマーカーつけて、まあ、このねポーチは抜いてから編んだ方がいいですよね。これで、で一つに対して一つずつ細編み編んでいきます。はい、ちょっとねこちらお伝えしなかった、こういうの買ってますね、巾着 S、 いいな。でここから一つずつ細編み編んでいこうと思います。一つに対して一つずつこの頭を拾ってくるっと一周このマーカーの手前まで同じように編んでいきます。はい、こんな感じで一つずつ細編み編んできました。そしたらここは輪を大きく出して、最初の細編みの頭裏から針を刺してすっきり見せていきます。輪をかけて引き抜き、立ち上がりを一つして、また表に返して、でこの出来上がりを見てまた進んでいきます。で細編み編んだところ、まあ、ここはねちょっと分厚くなってるので、まあ、細編みを分厚くさせようと思うので、細編みの根元ここに針を入れてかぶせて、また細編み編んでいきます。でこれが一つ目ということでマーカーをつけて、であとはこの根元をずっと拾ってこうかぶせながら編んでいきます。同じようにぐるっと一周最後までまた編んでいきます。こんな感じで一周かぶせながらまた細編みを編んできました。でまた輪を大きく出して、最初の細編みの頭裏から針を刺してすっきり見せていきます。まあ、すっきり見せていくって言ってもこうかぶせて編んでるので見えないは見えないんですけど、すっきり収まるのでおすすめですね。で引き抜き、立ち上がりをまた一つして、でここで、まあ、この編み地がねやっぱり分厚いので、
いきなりね細くなるのはちょっとおかしいかなと思うので、もう一回かぶせて編んでいこうと思うんですよ。さっきと同じように、まあ、この下に同じところにもう一回入れていきます。こうしっかり引き出して、でこうやったら同じぐらいの編み地になるかなと思うので、もう一回同じようにこうぐるっと一周かぶせながらしっかり引き出して編んでいきます。こんな感じ、一つに対して一つずつこのマーカーの手前まで同じように編んでいきます。はい、こんな感じで同じようにかぶせて細編みを編んできました。でまた輪を大きく出して、最初の細編みの頭裏から針を刺して輪をかけて引き抜きます。引き抜き、裏飛んだ立ち上がりを一つして、でまた表に返して、この分厚さでずっと持ち手を編んでいこうと思ってるんですけど、またちっちゃい細編みをして、で持ち手を鎖編みで編んで進めていきます。でいつもと同じ割り出し方をしたいんですけど、こうやってペタンと置いた状態でとりあえずこの端を決めました。であらかじめマーカーつけておいたんですけど、ここが端っていうことで、まあ、こちら側の目にしようかなと思って今回決めるので、ここから 1,2 一番最後にぐるっと一周最後の2つで編むんですけど、編んだことにしてここから3個目っていう感じで進めていきますね。で持ち手の付け方、いつもと同じように割り出したら1周が48目あって、それを2分割にしたら24で、24をさらに3分割したら8888で割り切れるんで、まあ、それで進めていこうと思います。なので今お伝えした通り 1,2 編んだことになって、でこの流れで編んでいくので3個目が一番最初ですね。立ち上がりを一つした状態で、でこの大きい細編みの頭、ここに3個目っていう感じで、でこれが最初ということでマーカーをまたつけていってもいいですね。3で4 5 6 7 8 8個編んだことになっていて、1,2,3,4,5,6,7,8 8個編んだら鎖編みを1,2,3っていう感じで、いつものように鎖編みで持ち手の長さを決めていきます。こんな感じで今回は鎖編みを55目で決めていこうと思います。で入ってないところから数えて 1,2,3,4,5,6,7,8 開けるので9個目の大きい細編みの頭、ここを拾って1つ目細編みで、また 1,2,3 って感じで細編みを8個編んでいきます。はい、こんな感じで反対側も同じように8細編みを編んできたら、いつもと同じようにこのセットが半分の中で入ってるか確認して、入ってるのでもう片方も8細編みをして、で今回55鎖編み8開けて、また最後まで8細編み編んでいくんですけど、また最後のところでお伝えしていきます。はい、こんな感じで反対側も同じように編んできて持ち手がつけてこれました。で今このマーカーの手前が8個目で合ってるなーっていう感じで、で最初これ編んでいってない2目をこちら側の2目ですね、一番最後編みます。細編みを1つずつ編んで、でまた輪を大きく出して最初の細編みの頭につなげます。裏から針を刺して輪をかけて、で引き抜き、立ち上がりを1つして、また表に返して分厚さをまた同じようにしていきます。で細編みの根元を同じように拾ってかぶせて細編みをしていきます。これが1つ目、で同じようにかぶせてこの持ち手のキアまで同じように編んでいきます。はい、持ち手のキアまでこういう風にかぶせて編んできました。そしたらいつもと同じようにこの一番最後の1つ手前、ここは今回こうかぶせて編むので下から取って細編みの途中を編んだら、一番最後は飛ばして鎖編みの1つ目、いつもと同じように取っていきます。裏山の手前に置きて向こう下2本かかっているところ、ここで引き出してきて、ここに結構引き出すので、こう今回はこの長さを中心に考えて、この長さで3本一度に引き抜いて2目1つにしていきます。次の段は引き締めないのでマーカーつけずにこのまま進めていきます。で鎖編みのところはこうやって裏山の手前に置きて向こうしたら、ここで細編みこんな感じで取っていって、こういうところがあと3点同じところが来るので同じようにして、ぐるっと一周このかぶせて編むところはかぶせて編んで進めていきます。はい、こんな感じで一周同じように編んできて、で引き抜き立ち上がり一つして、また表に返して、ここの前段で編んだ分厚さと合わせていきたいので、
またこの2回目の細編みの根元、ここに3回目編んでいきます。細編み1つっていう感じでまたマーカーをつけて、で同じようにかぶせて編んで、ここまで編んでいきましょうか。で1つ編んで、ここのね、その持ち手の付け根のところはこのいつも引き締めて編んでいってるんですけど、このまんまこの一番最後のところ、ここも同じように取って、で次はこの細編みの2回目をここの1つ目の細編みの根元からこうやって編んでいこうと思います。ちょっとねぎゅうぎゅうなんですけど、裏山を手前に置けた状態でここで細編み、こんな感じで進めていきます。でこの細編みが入ってる根元をずっと拾ってかぶせて2回目、ここは3回目、ここは2回目っていう感じでちょっとずれていくんですけど、次のところでまたお伝えしていこうと思います。でこういうところがあと3点くるので、同じように取ってぐるっと1周、とりあえずこのマーカーの手前まで編んでいきます。はい、こんな感じで1周同じように編んできました。このちっちゃい細編みのところは大きい細編みをかぶせて編んで2回目編んでますね。で同じように2回目の上は3回目の細編みで、最後まで同じように編んできたら、ここの3回目のところはこれで仕上げようと思うので、この表出来上がりを見て、最初の細編みの頭、手前から向こうに針を入れて引き抜き、これが1つ目っていうことで引き抜きをしていきます。でこれが1つ目、でこのちょっと引き気味で針を入れて引き抜き、針を入れて引き抜きで編んでいきます。で大きい細編みのところはこの引き抜きでして、こうやって、でちっちゃい細編み2回目の頭はここ根元をまた3回目拾っていこうと思うんですよ。でね、このかぎ針2号でここね、ちょっと8号で入らないんで、ここもね1つずつこうやって拾って編んでいってたんですよ。これぐっと広めて55回を2回、55、55なので100回ぐらいしましたね。これでだからこういうとこね、ちょっと面倒に思われる方はおられるかもしれないんですけど、これねぐっとこのままねぐるぐるってやってもいいんですけど、それよりねもうこうやって引っ張った方が簡単に入るんで、手間かもしれないんですけど、こうやってね取っていきます。これで一回一回こうぐっと手前に引いて穴を作ってから大きい細編み、いろんな意味でねすごく時間はかかるんですけど、すごくね丈夫になるのでおすすめです。ここも3回目して、でここは引き抜きですよね。細編みの頭は引き抜き、これで同じように1周最後まで編んでいき、はい、こんな感じで同じようにここは3回目の細編みで、最後は引き抜き編みで終わってます。でここで一番最後の目も引き抜き編みをしたところで10センチぐらい糸を残してカットで、セット抜いて、で私の場合はこの中も気になるので引き抜き編みをしていくので、また束ねて置いておきます。こういう風にして、で糸始末をしていきます。最初の目を下から上に取って、マーカー取って、で針に糸を通して糸始末をしていきます。針に糸を通してこうやって引き抜いたら、ここは目が必要なので目を作るようにして糸始末していきます。こうやって一回グッと締めて、ふわふわってして周りと同じぐらいの目が残るようにして、でこの裏に返し返して糸始末をしていきます。何回か返し返ししたので、ここで糸をギリギリでカットします。でこの中を引き抜き、引き抜き一周していこうと思います。このちょっと持ち手上がったところから、ここもちょっと取りにくいと思うんですけど、裏山またねさっきみたいにこうやってグッと穴を開けて針を入れて取っていこうと思います。でこう残してた糸を裏に当てて10センチぐらい残して、で糸を持ってきて、いつものように次の目、まだね揺れにくいんですけどこうやって、だからねめちゃめちゃ時間かかるんですけど、こうやってね一個一個針を入れて、一回糸を巻き込んで引き抜き、それで一つ目ということで、またマーカーつけていって、マーカーつけて、で次の目にまた針を入れて、
針を入れたら、次は巻き込まずに置いて、いつものように引き抜きを一つずつ取っていきます。まあ取れるかな。引き抜きで一番最後の目も、こうね、爪でやるとしやすいと思うんですけど、爪がね持っていかれそうになるので、ここに一つずつ入れますね。この目が入っているところに針を入れて引き抜きで、あとは一つに対して一つずつこの頭を拾って引き抜きで、反対側も今と同じところを取ってぐるっと一周、マーカーの手前まで同じように引き抜き編みをしていきます。はい、こんな感じで一周引き抜き編みをしてきました。そしたらいつものように一番最後も、最後の目にも針を入れて引き抜きで、これで糸をまた10センチぐらい残してカットで1セット抜いて、で反対側を全く同じようにしていきたいので、束ねておいておきます。で最初の目、下から上に取って、で針に糸を通して、さっきと同じように目を残すようにして糸始末していきます。引き抜いたらこの出てきたところに戻って、で一回グッと締めてから、こうふわふわっとして周りと同じぐらいの目が残ったなと思ったら、裏に返し返していつものように糸始末していきます。でこちら側ができてない方で、この辺とかもね、すっきり見えると思うので、今回のようにまた仕上げていきます。反対側もこちら側はできている方、同じように仕上げて、糸始末もさっきのようにして仕上げていきます。はい、こんな感じに糸始末をして仕上げてきました。でこちら裏なんですけど、立ち上がりのところがこう斜めに走っていて、これも柄として可愛いかなと思って、エラーも使えると思うので、いつもと同じように糸始末は編み地を崩さないようにしてきてました。で表に返してサイズ測っていきます。こんな感じで表に返してきたので、サイズ測っていきます。深さからいつもと同じように測っていきます。大体なんですけど 21.5 センチぐらいになっています。でこの幅を測っていきます。底の部分で 18.5 センチで、上のところで20センチぐらいになっています。落ちてこの中を測っていきます。まあ肩からもギリギリかけれるかなっていうぐらいの長さになってました。でこういうふうに測っていくと、だいたい36センチぐらいですね。落ちて幅を測っていくと 2.5 センチぐらいになります。まあ、それぞれの糸が2玉使い切りっていう感じで使いました。こちらの濃い糸がこれぐらいで、同じ糸として販売されてるんですけど、まあ、この引き揃えなんで、まあ、編み加減によってもだいぶ変わってくるかなと思うんですけど、これぐらい糸の長さが違ってました。なので、まあ、こちらを短い方を目安にしても、まあ、ギリギリ編み加減によっては、まあ、足りないとかあるかもしれないですけど、そういうところも何か参考にしていただければと思います。まあ、同じ色で2本取りで編んでも可愛いと思うし、今回はね、違う色を引き揃えたんですけど、まあ、2本取りでもすごく編みやすかったですね。すごくいいですよね。これちょっとね、巾着を中に入れてみようと思います。まあ、これだけでも普通に可愛いと思うんですけど、結構ね、玉編みとかこういう裏がポコポコする場合は、まあ、物とか入れるとこう引っかかりやすくなると思うんですよ。細編みだとこのままで使えると思うんですけど、まあ、そういった場合にこういう内布的な感じでこう入れると使いやすいかなと思いました。ちょっとね、入れてみます。こんな感じ入れてみて、まあ、めっちゃ可愛いですよね。でこの中をこうやって絞るとこの中を見えなくなるし、まあ、巾着この外側にも物が入るし、まあ、このカバンの中で小分けにすることもできて、いろんな使い方ができるかなと思います。まあ、ここの長さもね、まあ、前回のように斜め掛けにしても可愛いと思うし、いろいろ好みによって変えて編んでみてください。今回も最後まで見てくださりありがとうございます。